スコティッシュアビエーションツインパイオニアスバックショーで展示されるツインパイオニア XM259 スコティッシュアビエーションツインパイオニアは1950年代に軍用と民間の双方で使用されることを意図して設計された英国のスコティッシュアビエーション社で製造されたエストール輸送機である。本機は30メートル275メートルの場所から 運用できるという同様の要求仕様に応じた、スコティッシュアビエーションパイオニア小型輸送機を、創発化したものである。ファーンボーローのスバックショーで飛行する、ツインパイオニアの試作機2機のアルビスレオニダス531製型エンジンを装着した、ツインパイオニアは、固定オリン式光着装置と3枚の垂直尾翼と、方向羅を持つ、高翼単容器であった。登録記号、 G&OP を与えられたツインパイオニアの試作機は1955年6月25日にプレストウィック空港で初飛行を行った。飛行テストではこの機体の着陸距離が非常に短いものであることがわかり、1955年9月に模様された英国航空機製造業者協会のファーンポロー航空ショーに展示された。 3機の全量産型のツインパイオニアが試験、販売、デモンストレーション用に製造された。1958年に第33号機がフィリピン航空から発注された、プラットホイット 2R-1340、製型エンジンを装着したシリーズ2の試作機に使用された。改良型のアルビスレオニダス531、製型エンジンを装着した。 シリーズ3も開発された。軍用基板は爆弾のような外部兵装をスタブウイング下に喧化できた。ツインパイオニアは新しく編成されたマレーシア空軍の最初の機体となり FM1062C、N580 と FMC、N581 が1962年1月16日に FM1064C、N583 と FM1065C-N584 がその2日後に納入された。最初の2機はマレーシア空軍第一飛行隊で実動任務に就いた。ツインパイオニアは空軍で12年間収益し、FM1064C-N583 は現在、村下にある村か、交通博物館に展示されている。 英空軍が発注した39機は1958年から1959年に生産され、アデンと極東に配備された。これらはマレー機器や後のボルネオ島での紛争で広範囲に使用された。1959年にコーマクサー中流の第78飛行隊が単発のパイオニアの補充に数機のツインパイオニアを受領し、 高梁地周辺への兵員輸送や物資補給、場合によっては、オマーンのサルタンへの対応支援に使用された。同飛行隊は一連の両エンジン停止の問題により、同じ日に2機の機体を失った。不適切な間、急の着陸侵入も着陸時の事故原因となった。エア・アトランティークのツインパイオニアツインパイオニアを運用したその他の飛行隊は、バーレーンのムハラク島に駐留する。 第152飛行隊や1959年5月にツインパイオニアにより再編成されたベンソン空軍基地の第21飛行隊がある。第21飛行隊はその後ケニアへ1965年6月にはアデンへ移転し、第152飛行隊はペルシャ湾周辺で活動した。セルターに駐留する第209飛行隊は1959年に ツインパイオニアを受領し始め、これらの機体はボルネオとマレーシアで運用された。オーディハム空軍基地のセルツでも3機を搭乗員の訓練のために使用し、英国内の第230飛行隊はツインパイオニアを運用した最後の部隊となった。この飛行隊では興味深いことに機体に砂漠地帯用の迷彩塗装を施していた。軍事運用があるではあったが、ツインパイオニアは、 通常は整地されていない滑走路といった専用の飛行場がない地域での民間輸送でも成功を収めた。リオチントファイナンスやエクスプロレーションリミテッドといった企業を最初とした油性開発会社向けやオーストリアやスイス政府の調査部門向けの探索機としても販売された。3機はオランダ領ニューギニアのクルーンデューフ航空で使用された。1機のツインパイオニアが 長期にわたり来ファーンボローの帝国テストパイロット学校でエストール訓練機として使用された。2009年現在コベントリーのエアアトランティークがこの機体を ETPS 時代の塗装を残したままで飛行させているツインパイオニア CC マーク1の固定式主脚グリーン。ありがとうございます。